この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。プロなら1ミリも知らない呪術廻戦、プロなら1ミリも知らない呪術廻戦の、プロなら1ミリも知らない呪術廻戦のキャラ、ヒントだけで完璧に描ける説。はい、ということで好評いただいているミリシラチャレンジなんですけど、ミリシラとは全然知らないキャラクターをいくつかのヒントだけを元にそのキャラを想像しながら描いていくっていうチャレンジのことです。今回もね、大人気漫画呪術廻戦の中から描いてほしいキャラをツイッターで募集しました。その中からリクエストが多かったキャラを3人選んで描いていきたいと思います。ただね、今回は1キャラだけ除外させていただいております。五条悟ですね。このキャラだけはツイートで何度も流れてきているのを見てしまっているので、こんな風に除外してリクエストを応募したんですけど、この人主人公じゃないっていろいろな人に突っ込まれてしまいました。めちゃくちゃよく見るのでてっきり主人公だと思ってしまっていたんですけど、違ったんですね。いや、ほんとこの漫画のことマジで今全然知らない状況なので、こんな間違いも起きちゃいますね。いやー、恥ずかしい。この動画を見ていただければ、知らないキャラクターを描いていく楽しさはもちろんのこと、僕がキャラクターデザインをしていくときにどんなことを考えて、そしてそれをどうデザインに落とし込んでいくのか知っていただけると思います。そして皆さんがご自分でキャラクターデザインをするときにも参考にしていただけるはずです。さあ、それでは早速始めていきましょう。最初のキャラクターは伏黒めぐみくん、めぐみちゃん、それすら最初ちょっとよくわからない状態なんですが、いただいたヒントはこんな感じ。ウニみたいなツンツンした黒髪まつげのバサバサ男子、冷静で不愛想な綺麗め美人、犬やカエルなどの動物を武器にして戦う仲間思いってことです。まつげバサバサ男子ってことなので、男子ということは判明しました。それとね、ウニみたいなツンツン黒髪で沈着冷静なキャラということで、あー、なんとなくね、この時点でちょっと見えてくるものがありますね。まずこの時点でわかることは、多分この人パレメですね。っていうのは、沈着冷静キャラの特徴ってどこでそのアイデンティティを表すのかっていうと、目なんですね。冷静に物事を冷めた目で見つめることができるキャラ、これはね、タレ目という記号で表すことができるので、伏黒さんはタレ目で三白眼、これは間違いないと思います。あとね、伏黒っていうぐらいですから、おそらくこのキャラクター髪だけじゃなく全身真っ黒なんじゃないかと思うんですね。しかも髪の毛ツンツンで全身が真っ黒で怪しい術を使うってね、なんかもうこれ僕の中であるキャラクターが思い浮かぶんですけど、そうです、悠々白書のヒエですね。僕はですね、ズバリ伏黒めぐみくんは現代版ヒエだと思うんですよね。なのでちょっとこう衣装もどことなくヒエっぽいニュアンスを含ませております。ただヒエと違うのは仲間思いっていうところですかね。この辺がヒエとは違うところですね。多分このあたりはどういうキャラが今の時代に受け入れられやすいのかっていう部分も反映させて、ヒエとあえてずらしているところなのかななんて勝手に想像しました。ここから着彩をしていきます。一口に黒って言ってもいろいろな黒があると思うんですけど、伏黒めぐみくんは動物を武器にして戦うっていうね、結構ダークな設定なので、紫を基調にしたダークな色使いをチョイスしていきます。動物、カエル、ひょっとしたら虫なんかも武器にしちゃうのかな。だとすると中国発祥の呪術、古術なんかも元になっててるのかな。そんな想像も働いてですね、衣装を若干中国っぽいデザインに寄せてあります。あと伏黒ってぐらいなので、伏し目がちな表情だったりするのかなって思ったので、目にはあまりハイライトがないじとっとした目にしてみました。ただよく見るとまつげがバシバシで長め、女性的な魅力があるっていう、そういう感じを目指してみました。操ってる犬はチワワですね。なんか最初はドーベルマンみたいな大きい犬を操っていたら強そうだなっていういう風に思ったんですけど、仲間思いっていうね、彼の性格が気になりまして、仲間だけじゃなく武器にする動物に対してもね、でかくて強い動物だけじゃなくて小さな小動物も実は大切にしているみたいなギャップがあったら面白いのかなっていう風に思って、傍らに小さいチワワを描いてみたら妙にハマってしまったので、あえてね、小刻みに震える黒チワワをそっと添えてみました。最後にこのチワワと通じ合っているようなエフェクトを書き足して、はい、伏黒めぐみ斉藤直樹バージョン完成です。はぁ、毎回そうですが、この瞬間が一番ドキドキするんですよね。答え合わせしていきましょう。本物の伏黒めぐみくんはこんな感じです。じゃじゃん。お、あー、あー、
あれ割と近いようなそうでもないような。あーでもねこれはちょっと僕の負けですね。いや確かに全体的なシルエットは近いような感じがしているんですけど、特にねこの襟の形状とか結構近いですよね。ただね根本的に勘違いしていたのがヒエっぽいミステリアスな感じを想像していたんですけど、これ多分真逆ですよね。なんかどっちかっていうとまっすぐな人間性を持った感情をちゃんと表に出すようなキャラクターな感じがしますね。うわーキャラクターのシルエットがほぼ合っていてもキャラの性格の解釈だけでここまで違った感じになっちゃうのかって結構びっくりの結果ですね。あとこの手を使った影、これで技を出すんですかね。うわめちゃくちゃかっこよさそうですね。影から動物を生み出すのか影と重ねた動物を操れるのか、うわなんかすごく想像が働きますね。やばいです、今めっちゃ漫画読みたくなってきました。さて気を取り直して次のキャラクターはパンダ先輩です。いやツイッターを見るとねこのキャラ人気キャラっぽいので、これもしかしたら漫画を読んでいる人にとっては当たり前なのかもしれませんが、僕がツイッターでリクエストを募った時の気持ちわかります。キャラクターのミリシラがやりたくて聞いてるのにパンダ描いてください、パンダ描いてくださいってね、なぜか動物がたくさんリクエストされる恐怖。しかもこれヒントを見てさらに困惑したんですけど、ヒントがですねこれです。パンダじゃなくゴリラ、お姉ちゃん、ふわふわのお日様の匂いがする。いやもうねわかんねえよ。え、いやいやいや、名前がパンダ先輩だけどパンダじゃなくてゴリラなの。え、しかもお姉ちゃんでふわふわのお日様の匂いがするっけ。いやあのねさすがにこれわかんなくないですか。はい、と言いつつ書いているんですけど、とりあえずパンダとゴリラの中間あたりを狙っていく作戦です。でねこのヒントもポイントです。お姉ちゃん、いやもう正直わかんない。パンダでゴリラまでは100歩譲って飲み込むとして、お姉ちゃん、あーでもひょっとしたらあれかな、髪の毛がサラサラっと長くてお姉ちゃんっぽい感じみたいな、そんな感じですかね。ということで髪の毛をサラサラの長髪にしてみました。それと多分ですね先輩って言ってることから多分このパンダ学生なんじゃないでしょうか。あ、呪術回戦って学園ものなの。あーいやでもこの生き物が学校内をうろうろする姿想像できないな。いやちょっと今回ばかりは1ミリも合っている自信がないですね。はい、ここからねさらにイメージを詰めていきます。パンダのキャラっていうと僕的にはランマ2分の1のお父さんが真っ先に思い出されるんですよね。パホーって声で泣くパンダなんですけど、なんかあのイメージにめちゃくちゃ引っ張られているのを感じます。まあでもパンダではなくゴリラっていうことなんで、どっちかっていうとゴリラ成分強めなのかな。ということでゴリラっぽく頭の頭頂部を盛り上げているのと、あとポーズをねドラミングする時の拳を振り上げているような力強いイメージにしてみました。あと鼻の穴もねパンダというよりかはゴリラっぽい感じにしているんですが、これいくらゴリラにしようとしてもこの白黒のモノトーン柄の効果すごいですね。どこまで行ってもパンダっぽさが抜けません。え、ということは結構もしかしてパンダだけど実はゴリラっていうこのヒントに近づけられてるんじゃないですかね。もしやこれいい線いってるんじゃないですか。はい、最後に軽く背景を付け足しつつお日様のような匂いがする毛ということなので、多分こまめに体は洗ってますよねこのパンダ。あ、ゴリラかな。もうちょっとわけわかんないんですが、このいい匂い感を出すためにキラキラエフェクトもねサラサラヘアの周りに追加していきましょう。はい、ということでパンダ先輩斉藤直樹バージョン完成です。いやーあのね正直に言いましょう、こんなに自信ないの初めて。いやこれあの正直見るのめちゃくちゃ怖いんですけど、まあでも意を決して見ていきましょう。正解のパンダ先輩はこちらです。ドドン。え、いや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 、パンダじゃん。え、ゴリラじゃないの。え、どう見てもパンダだけど、あれ、あ、だけどあれこれ着ぐるみなのかな、中に人入ってます。あ、なるほど、本気を出すとゴリラモードになるんですね。あーなんかこの時の手を見ると人間の手が出ちゃってるから、やっぱこれ着ぐるみなんじゃないですかね。っていうか正解を見てなおわからないのがヒントにあるお姉ちゃん成分なんですけど、
この人のどこがお姉ちゃんなの？うわー、めっちゃ気になる。ちょっとこれ終わったら速攻アマゾンでポチります。いやもう気になって夜も眠れないですよこのままじゃ。はい、ということでちょっとね大惨事が起きたわけなんですが、ラスト3人目いってみましょう。3人目は釘崎野原。これは絶対女の子ですよね。いただいている特徴は、向かって右側に分け目のある茶髪ワンレンボブ、上は学ラン、下はプリーツスカート、ハンマーと釘と藁人形が武器とのことですね。藁人形と釘、古来より伝わる呪いのアイテムですね。割と物騒なアイテムをお持ちですけど、多分こう嫉妬深いというか、人に呪いをかけるのが得意な女子なんですかね。あとねこれ絶対可愛いと思うんですけど、学ランにプリーツスカートってね、いやこれ考えた人天才でしょ。なんかあれですよね、カレーシャツみたいなノリで上だけブカブカの学ランを着ているみたいなね、そんな感じ。いやーこれ絶対可愛いじゃないですか。野原ちゃんもうすでに僕好きです。あーただね、あーちょっと待ってください、茶髪ワンレンボブっていうところに若干引っかかりを感じますね。これ色にもよりますが、なんだろう、そこはかとなくヤンキー感が漂う設定というか、あれもしかしてこの学ランってカレーシャツみたいなブカブカなノリじゃなくて、あーもしかすると女番長的な意味合いだったたりするのかな。え、ちょっと分かんなくなってきた。いやでも髪型と髪色まで考えると、釘崎野原さんスケバンなのかもしれないですねこれは。はい、ここから着彩に入っていきますが、あーこれちょっと失敗したかも。女番長だとしたらスカート長めのスタイルだったりしますかね。少なくとも生足は避けそうな感じがするので、あー苦肉の策ですがタイツ履かせてみましょう。制服にも白いラインを入れて地味になりすぎないようにしつつ、陰影でもね、こんな風に追加していきます。あと目つきですね。最初ちょっと嫉妬深い女の子設定で描き始めたので、目を割と優しめで描いちゃったんですけど、途中から女番長っていう説が急浮上してきて路線変更したので、目はこんな風に少し釣り目できつい感じに修正していきます。で最後呪いの藁人形ですね。釘めちゃくちゃ打ち込んでますが、人を呪うつもりが間違って祝いっていう感じを描いちゃうっていうね、ちょっとおっちょこちょいで可愛い一面を覗かせつつ、はい、こんな感じで斉藤直樹予想釘崎野原はこんな感じです。いやこれはでもね、パンダと違って結構自信ありますね。意外といい線いってるんじゃないでしょうか。さあ正解を見てみましょう。正解の釘崎野原さんはこんな感じです。ババン。お、あこれは割といい線いってる気がしますね。え、結構似てません？あとなんか途中で無理やりタイツに変更したんですけど、ここも奇跡的に合ってますね。あと釘の持ち方にも注目ですよ。拳の間に挟む持ち方、ここもねしっかりイメージ通りです。ハンマーの形状は、あ確かに釘を使うわけだから後ろに釘抜きもついてるべきですよね。悔しい、そこは盲点でした。あとね他のコマもいろいろ見ているんですけど、結構表情が想像したよりも激しめで、すごく魅力的なキャラクターに見えます。いや絶対可愛いですね釘崎さん、僕めっちゃ好きかも。はい、ということでいかがだったでしょうか。毎度思うことなんですけど、ミリシラをやるとね、原作が読みたくて読みたくてしょうがなくなるというのがありまして、今めちゃくちゃ呪術回戦読みたいです。ああ最後まで呪術回戦ってちゃんと言えなかったですね。でもこの収録が終わったら早速漫画読み始めてみたいと思います。そして過去にもチェンソーマンツイステッドワンダーランドのミリシラチャレンジやっております。ヒントからキャラを逆算していく過程がですね、意外とキャラクターデザインの考え方に通じるところがあり、デザイン的な考え方という観点で見ても大変好評をいただいている動画ですので、興味がある方はぜひこちらもチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。